義経が言った、今こそ好機、美濃へ進攻し、スノマタたちを抑えるのだ。申し上げます。スノマタに織田の軍勢が急襲、砦を築いております。誰か何とかしよう。美濃三人衆、そなたらが行かれよ。我らだけで行けと申すか。わかりました。私に策があります。我ら西美濃勢が戦いますが、敵をおびき寄せるため辰沖様にもご出陣願います。よかろう。だが怪我はさせるなよ。何、当主辰沖自らのこのこ出てきよっただと。なんたる好機、辰沖を討ち美濃の国を取ってくれるわ。お待ちください殿。何か臭い。美濃にはどえらい軍師がおると聞く。そいつの罠かもしれん。臆したかさる。罠などを打ち破るのみ。進撃するぞ。おのども続け。斎藤辰沖、その首もらい受ける。第一陣かかれ。正面から笛が。そう来ると思ったわ。第二陣かかれ。今度は横から笛が。それもお見通しよ。所詮こんなものか。よし、敵本陣に突撃するぞ。今だ。第三陣かかれ。何、後ろから笛だと。それぞ10名前服の陣、信長覚悟。あかん、敵に秘宝を囲まれ味方は大混乱じゃ。これはまずい。猿退却だ。何としても囲みを破り終わりまで逃げよう。なぜかここだけ兵がおらん。みんなこっから逃げよう。敵が逃げるぞ。楽勝じゃないか。さあもういいだろ。帰って女たちと宴会だ。はい、ここはあとは半兵衛に任せ引き上げましょう。俺はここに来り、侵害を進める。みんな逃げよ。殿が残るなら、わしも残る。俺もだ。殿を撃たせるな。敵を撃退し、スヌマタを取り返した。これ以上の追撃は無用だ。しかし、敗走してもなお、あの士気の高さ、なんたる団結力、終わりぜ、恐るべし。敵を追ってこぬか。なんと見事な傭兵術。これが斎藤辰沖か。いや、わしの情報によれば、これはおそらく、美濃の軍師、竹中半兵衛。美濃を取るには、まずこやつをなんとかせねばならぬな。よし、引き上げるぞ。10年前服の陣という、見事な戦法で、信長を撃退した竹中半兵衛。しかし、主君のやる気のなさと、美濃のまとまりのなさに、不安を感じるのでありました。